武蔵小金井市の温井南町に来ました。この辺では珍しい角打ちができるという酒屋さんということなので、ちょっと気になったので早速やってきた次第です。じゃあちょっと入ってみましょう。こんにちは。三種の見比べいきます。あ、おいしい、おいしい。今いただいたのが黒牛紀州黒江の和歌山県の純米酒ですね。すっきりした飲み口。あー、美味しい、美味しい、美味しい。じゃあ2番目、まあ、次行くときまた、うん、あ、これは好きだな。これは好きだな、ちょっと辛くして。これはうまい。若娘、今度行っていいよ、はんちゃん。これは山口市の酒ですね。いいよ。ない。純米無濾過生原酒、美味しい。持つとこが黄色いんだ。持つとこ黄色いの。あー、うまいな。それで白いとこは上。これはうまい。ああいう乾き物もあるのか。乾き物もらおうかな。ちょっと薄い、ちょっと薄い白、薄い白、薄い白って、こんなぐらい、これぐらい、うん、焼き貝、つぶ焼き風味、これをいただくことにしました。あんま作んないんで、すぐなくなっちゃうんですよ。はい、いわしとか、あ、お箸、はい、あ、すみません、すみません。今回ちょっとタイミングがあって、まだありますみたいな感じ。基本的におつまみは乾き物だけみたいですね。乾き物とか缶詰とか。そう、あのね、ポーラブロンは味があるんですよ。3番目いきます。結構うまいですね。これがまた、これ香りのいいお酒、これはうまいな。中取り生原酒10円。これは、うん？東村山のお酒ですね。純米無濾過原酒、東村山が蔵元。これはちょっと地元近いから応援したい感じ。美味しい、すごく。丸いのがあってさ、こんな白いのがあった。うん。それは美味しいな。バカバカってなんかいっぱい白いのがある。ああ。そして丸いの。うん。またこれが合いますね。はい。で、全然まとめて。そうですね。美味しい。一口ずつ舐めるぐらいしてみたら。うんうんうん。これが水木、3番目が水木が一番好きかもしれない。1番目が美味しい。あー、これは辛口で美味しいな。これはこれで、うん、あ、私1番目が好き。あ、ほう、うん、酒飲みだね。こんな辛口なの、うん、あの
日本酒辛口の方が好きだから。うん、うん、うん。うん。うん、美味しい。